はい、じゃあお願いします。はい、うろこ。ブリとかカンパチってウロコちっちゃいね、うん、魚でかいくせに飛び散らん系は、うん、あ、飛び散らんがやちっちゃい方は、うん、なるほど。けどなんか取れちゅうか取れないかわからんね。わからん。こんなちっちゃいウロコでもやっぱり皮引くとき邪魔なわよ、こうあったら。どうやもね。まあ、身についたりするか、残っちゃったら。さばきるとき。今首からすげたわ、ウロコの食感を確かめるわ、うん、取れたのみたいな。いいかな。どう、ね、多分オーソドックススタイルでいく。うん、あばら残し。はい、うん、腹開かなかったこと。本当やね。忘れず。あー、いいですね。何なんて言うんだ、いいんですね。いいですね。いいですね、うん、何がいいの。身が。あ、はいはい。もう着ただけでわかる、うん、身の良し悪しがしっかりとしてます。うーん、これはいいです。さあ、3日寝かしたのとどっちがうまいか。さばきも安い。うん、早いね。チューンと。腹割った意味マジでないわ。腹割らんでよかったわ。ウロコついたき。残っちゃったっすね。ここだいぶ残っちゃったっすね、ウロコは。はい。いわば。あ、ここ切るの忘れちゃうし。あ、それって忘れちゅうか。後でやるやろうかと思った。しっかりと忘れちゅう。2箇所しか切らんの。1箇所忘れるかな。よいよい、こりゃいいですよ。非常にやりにくいです。うーん、なぜ片足浮いちゃうの。何その足。片足浮いちゃうやけど、ずっと。なんであって言うた。ちょっと失敗した。あばらいった。うん、うん、ちょっと、え、もうええわ。攻めた、うん、もう、おお、いった、上出来。ここに1本入っております。うん、それは後ほど。はい、ちょっとオープン材袋して、気になる、何く言うか。これ、うん、パンパンや。カッチカチや。あ、それ魚やね、多分。カッチカチやもん。なるほど。はい、じゃあ皮引き。え、この間すごい皮やりにくかったって言ったやん。うん。けど今日も一撃でいくわ。こう半分に切らんが。さっきにこの骨のけてから。ああ。やった方が細いき、ひょっとしてやりやすいかもしれん。どうせのけるから。うん。
なかなか切れるね、その包丁。うん、もう元は途中くらい切ってきたで。うん、300円。そう、 うーん、でこの300円の割に切れる。はい、なんで入ってた。いきますよ。はい、ずっと取りるよさあどうでしょう。あ、いけそうやん。でかい切れ、多分この間と5センチしか変わらんけど、うん、身が良い。いや、半分に切ったきゃないだろそろ、じゃあ次こっち半分に切らずにやって、やめちょきよ。え、無理。あ、まあやってみや。絶対この方がやりやすいと思う。ほら綺麗、完璧やもん。たん、はい、完璧。あと寝かしてない、ひょっとして油がまだ包丁にそんなにまとわりついてないみたいな、うんうんうん、それはある。そういえば油、まだ油を感じません。そうやね、包丁なんかベタベタしてないもんね。よーっと、じゃあ次そのまんま開き。はい、ワンやないで。だいぶ広い包丁最後ゴールがもう包丁より広いがやけど大丈夫。包丁足りん足りん、包丁足りんでね。いや、しかもほらやっぱりいかんかった。やっぱりということで俺が言うから包丁が足りない。わんやないで、今やりゆき。あ、もうけどできたわ、できた、うん、穴開いた。ああやっぱりほんで切ってからやった方がここです。よかったというわけやね。うん。うん、はい。以上、カンパチ三枚おろしでした。さあ次はどちらの動画をご覧になりますか？こっち？こっち？こっち？やっぱこっち？どっちの方が面白いかな？まあ全部見ていただければ嬉しいと思います。飼い主の皆さん、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。助かってます。またお願いします。